うおうおうおお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 どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、国東半島探索編、今回が第3回目です。前回、新エリアで林道探索を開始した TF 団。まさかの侵伐により、早々に F がこける事態となりました。今回は、1本目の林道を走破し、次の林道へと入っていきます。果たして次の林道では何が待ち受けているのか。早速続きをご覧ください。それではどうぞ。You suck. Ooh. 足踏み外した。さっきの道出るまであと5キロある。長い。おお、なんかすげえ。なになになに。おお。アップダウン。おお。パッとかステパッ。ステップが小さかった。なんか上がってるって上がっちゃう。ああ、さっきあれ焦げた時に戻ってねえか。よう今まで。いや、確かに。よう今まで走る。いや、直せばいいやつだ、どっか。どっか平坦な。どうやってさっき走るやつ。すげえ、なんか尖っとるな。結構走った。あ、この辺ちょっといいですか。はい、じゃあ。ちょっと。ちょっとなんか、足の置き場がおかしい。さっきまでなんで気づかなかった。すげえ曲がっとるよ。え、マジで、うん。おう、こういうふうに、石かかん、石ねえかな。自然にある。これ結構食い込んだ。意外につなぎ。そうね、でも足じゃいかんのよな。わかるわ。ガッガッってやってもならん。よいしょ。よし。ヒントなんて何でもねえな。座り方や。ああ、すげえ、なんか安定感が増した。やろさっきまでどうやって乗り寄ったんや。いや、そうそう、よく分かんない。これ左もある。林道って。え、マジで終点って書いてある。ここは林道なんやね。あ、おおおおおこれ下に滑って。あ、これが終点。あ、ほんとよ、書いてる。普通林道山の神って書いてある。そこが、ああ、いや、でも終点って書いてある。あ、ほんとや。あ、じゃあ今までが林道やったってこと。これが林道ってこと。ああ、そういうことか。やろうね。ああ、なるほど。普通林道。そんなんあんの。普通じゃない林道ってどういう林道。過酷な林道。過酷な林道。いやー、廃車が。左なんか家みたいな。あ、マジ、ね、小屋がいっぱいある。嘘やろ。あ、本当に普通の家もある。まあ、こっからは普通の道です。でもあと5キロとか返したら意外と長い。もうあとはこんな道かな。でしょう。そうですね。あ、さっきのこの分かれ道が気になる。あ、ここまだ白春やね。うん。ここなんか登る道。え、すげえちゃってる。じゃあ次左。いや、右。右。いや、とんでもないかった。この中入るため。いや、ちょっと見てみる。あ、ちょっと。あ、これね。あ、ここが。あれやべえな。やばいやろ。石っていうか。どんなもんだから。あ、これ。めっちゃ空転した今。まあまあ、こういう道もありますよ。なるほどね。あ、でもあの先木が倒れてる。あ、倒れちゃう。倒れちゃう。いけるけど。ああ。うん。あ、本当はタオルだ。ああ、ちなみにここもある。ここここなんかこうアタック系やん。ああ、でもなんか雲置いてたけど。なんか石垣みたいになって。なあ、意外にいけるんか。なんか中にも入っていく感じ。あ、ここなんか、ここもなんか、ここ普通に入れるんです。ちょっと見てみます。いいよ。多分この先多分ずっとこんな感じ。すぐ終わりそうな感じもするけど。まあまあ。
一箇所ぐらいちょっと予定があるんですよ。おおおおあーこれはこれは良くない、この道は良くない。これなんか完全人の土地っぽいな。すげえ石垣が。ちょっと待って、これここで U ターンって、あーやばい、どうしよう。ここまで上がっとこう。今日俺あのフロントのカウルのところに木が挟まってすげえ音するんだけど、ゴリ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 みたいな。これもう上がっても来ない方がいいわ。これもう行き止まりになっちゃう。こよいしょよし、ふぅ全然ハンドル切ってねえ。ちょっとさっきの苔がちょっとトラウマになっちゃう。ああこの右は本当もうなんていうか雑木林っていうか血がなくてただ生えてるみたいな、そういう感じや。また見たいの面白い。ここもすごい。ここ今やばくない？ここもすごいやん。なんか広い道が見えてきた。あれでもなんか思ってた道と違うとこ出てきた。マジ？地図見れば。あ、曲がってくる。ケータが曲がってくる。どっかさっきの道。なんか一本入ってるよ。これか。あーいや合ってる。あ、このオレンジラインのこの道を行けば大丈夫です。一ついい、はい、ウィンカーマン。もう今一ついいって言われた時点でちょっと気づいた。目がそっち行っとったな。うん、これ右曲がったらさっきのあのトンネルが、あーたたき、あこれがもう出口側。あーそう、逆側もうぐるっと。あーなるほどね。そうそうそう、雰囲気ある。右側にしかないよ。うわぁ、なんかボコボコやん。あぁ、ほんとよ。なんでこんな作りなの？掘ったそのままみたいな感じなの。アスファルトでこう固めたんじゃない？やばくね。よっしゃ、一周してきました。おぉ、なんだね。よかった。意外と長かった。もう一本も似たような感じかな。まあ、とりあえずちょっと次の方行ってください。一ついい。はい。ウィカマン。まあ、今のは確か押してなかった。今のは押した記憶はない。一ついい。はい。言い訳マン。寺が2つあるから、その2つの間の道を入る。あ、これ寺か。ああ、もう一個この先右に寺がある。ああ、これか。これを右に曲がる。おお、よいしょ。ほんですぐ右に入る道があるらしい。ここだ。これか。あ、これか。わしの巣登山口。わしの巣登山口。よし、ちょっといい。はい、もう一回は。大体なんか押す癖を。まあ押さんでもええやん。押したらウィンカーマンじゃあ女の人わざとじゃないか疑惑。こんだけ言われればわざとじゃねえなんて分かれへん。さあやっても1時間やろ。さあ2回が限度。まあまたさっきと似たような。それはでも新鮮でいいね。初めてやけどさ、そう、どこに何があるかとか全然分からん。景色もいい、爽やかでいい。この時期に合ってる。綺麗やな。綺麗。白ファルト。あ、お、お。いきなり？いきなり？うわ、右側やべえ、右側やべえ。右側やべえ、右側出た。おお、いきなり？おお、ここ。お、あ、終わり？終わり？いや、まだ若干。名残だ。あ、また元戻った。あ、おじゃ。いきなりやったの。そう、いきなりタイプ。ここは、あ、ボロボロタイプ。ボロリンタイプ。遺跡は元宮遺跡。あの？あの？あの元宮遺跡。あ、そうだ。いや、車上げてます。ここ、あ、なんか微妙になんか、ああ、細かいなんか砂利かな。あ、まあ、知ってしまったんだね。僕の秘密。違う、違う。
うわー、ちょっとぬかるんだよ。おー、右側。ぬかるんだよ。おー、いや、お前シートオフロード当たるもん、右側行かないから。そこで滑ってこけて、いや、こけるまではいらん。ああいうの避けるとよくない。そうそう、まあ、例えばこの左のこういうとこ。隙を見したら抜かれちまう。見てるよ、見てる。隙だな。まあ、怪しい気がする。ここは、まあ、まあ、まあ、爽やかリンド。普通にフレッシュリンド。フレリンド。フレリンド。ああ、ここ、こう、まっすぐ。山道にしては結構、結構整備されてる。結構整備されとんね。さっきのとこもそうやけど、まあ、ちょっと枝が張り出してるけど、道自体も普通の車でも普通に走れる感じ。おお、あ、なんか今撃った。鹿かな。となると鹿が飛び出してくる可能性がある。あ、これ何、細かい砂利、細かい砂利やな、これ。お宅はいい。未放送。おお、しかも下り。おー、分かれっち。地図上だと基本なんかまっすぐ。右はなんかあれやね。右だいぶ見て、ふわふわしてそう。ふわりっぽかった。時々未放送。あれ、時々高橋。あれ、時々高橋。じゃあ。食べて言ったから。あめときどきたかじ。長渕剛のトラックトレイン。あお、あお、あお。おお、しかし、しかし、しかし。大興奮。セロはおらんのか、この辺。カモシカオラ。いやばっかり。これはこれバイクの足、なんか足跡だね。なんかここも急に急に分かるみたいな。ああ、登山道が今。ああ、登山道。なんか今なんか車輪の感覚的になんかバイクっぽかった。いや、どうかな。この2つ。どうか。トライク。ああ、なるほど。環状列石。また遺跡か。ここら辺結構なんか遺跡が多いな。あ、でもこれ芋遺跡だ。シャワルビエフシアウト。よく見てるマジで。お前本当調子乗るとさ、これも遺跡かな。じゃあね。ヘッドスライディング。怪我ね、大丈夫。いや、怪我はねえやけど、もう手袋がやべえこれ。いや、手袋いいけど。切ったりとかしてね。あ、大丈夫、全然それは。下がぬちゃぬちゃや。ちゃんと見せてよ。こう目戻した瞬間、ぬかるみやった瞬間、ちょっと悟って。普通にでも行けば大丈夫そうやったけど、何？ビビったん。あ、ブレーキかけた。あ、ブレーキかけた。いるからやばそうや。完全油断やったな。ひどい感じだった。あのスピードか。腕を上げましたね。こっち側すげえ。カバすごい。よしよしよし。じゃあね、ミラーだ。よし。余裕をかわす男や。ずっとこういうなんか細かい砂利道やったよ。そうやけど。完全油断した。これも遺跡だみたいな。遺跡じゃねえよ。ちょっと路面気をつけよう。急に現れる感じだった。今日そんなこけるようなイメージ。いやいや、やっぱさっきのチンバックした絶対。やっぱ真ん中通ったのが悪かった。俺やっぱそういうの感じれるもん。最後までご視聴いただきありがとうございました。
よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れっす。